どうも、こんにちは。さっきまで。実はさっきまでいろいろね、本とか、ね、撮影してた続きで撮ってます。実はアプローチの使ってたんですけど、初代だったんですけど、ご臨終しまして、どうしようかなと思ってた時に、ちょっとね、ドコモさんの方でなんかこのシリーズ5もなんか出てきてたんで、ちょっとね、ローンで買っちゃいました。あと、なかなかね、エアポッツをなくしちゃったんで、どうしようかなと思ってたら、エアポッツプロが出たんで、それもドコモさんで出したんで、フードを組んでます。ドコモさん、ありがとうございます。ちょっとね、軽く開けていきたいかなって思います。バンドですね。2つに分かれてますね。なんかですね、なんか適当だったんで、もう変えればいいやって感じで。あ、面白い。なんか入れ方がなんかですね。今日は何部品が入ってて、もうちょっと前はいいケース入ってたんですけど、ちょっと今回はエキサっぽくなっちゃいましたね。めっちゃやばいですね、これ。ステンレスステーキ。結構キラキラしてますから、これ。ああ、もうちょっとシンプルになってますね。すごい、すごい。これ手袋してるから、シリーズ5。ステンレスステーキと飲んだんで、結構綺麗ですね。なんですけど、Apple Watch の充電器の方が結構、表面だけプラスチックね、あとなんかステンレスっぽい感じになってて、ちょっと変わってますね、これね。すいません、すいません。すごいかっこいいっすね。こんな感じで。お、赤いライン。色がちょっと暗さになってるやつだね、こんな感じで。で、なんかライトみたいなの、お、いい子かっこいい。キラしてません。シリアルナンバー、このバンダの部分に書いてあるんでしょうけど。すごい綺麗ですね。で、マイクがなんか2つになってる感じがしますね。すごい綺麗。今回40ミリでいい。すごい綺麗です。美しい。これカバーがいいですね。ちゃんとね。ちゃんとしたカバー。こんな感じですね。バンドはもう普通でこんな感じで入ってました。そしてもエアポッツプロ、これですね、映ってますね、こっちに画面が。エアポッツプロです。ちょっとこれ買ったらめっちゃドコモショップさんの店員さんに取り虫がられましたね。タイミング良かったよ。確か2万7000円ぐらいだと思います。ちょっと横長になりましたよ、クッションが付いてるね。うん、面白い。ちょっとこれまたなくしそうですね。このここが短くなって、こっちがでかくなってるんで、こんな感じですね。これはなくしそうですね。気をつけないとダメですね。こんな感じでちょっと光ってます。ワイヤレスなんで、多分オペだけ充電もできる。で、こんな感じですね。このボタンがいつもよくわかんない。あといろいろ、多分この人にコード入ってますね。こんな感じです。ちょっとつけ心地がなんか音半端ないらしいんですけど、
ちょっと失礼します。面白い。ちょっと待ってます。あ、すいません。今ちょっとこれ繋げて、エアポッツプロちょっと試してたんですけど、臨場感がすごいですね。空間がもう広がるっていうか、もうなんか 3D 感、5.1 チャンスラウンドシステムで聴いてるような感じにも近いんじゃないかなっていう感じですかね。で、今ちょっと片一方だけつけてるんですけど、なんかすごい密閉性があるんで、外の雑音が全く聞こえなくなる。消されてるんだかわかんないですけど、つけてるとなんかちょっと空気が吸われる感じでね、なんか一切外の音が聞こえなくなる感じがすごいですね。なんかね、もうこの音楽だけが聞こえてくる感じっていうんですかね、それが片一歩だけでつけてるとすごいわけですよね。もう本当これすごいかと思います。ただね、これまあこれはなくしますね。これね、ここ短くなっちゃいますから、ここめっちゃ短いですから、このケースから出してきコロ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 、あ、なくなっちゃいますね。またね、ちょっとね、もうめっちゃいいね。またちょっと大切に使っていきたいなと思います。どうもありがとうございます。皆さんもよかったらフルローンでどこのショップでも買えるんで買ってみたらどうでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。